アントノフ A-40 はソビエト連邦の試作した空挺戦車である。航空機の後方に戦車を牽引して滑空させ、戦場へ送り込んで空挺部隊やバルチザンを支援する用意としていた。試作車両が製造され、1942年に審査されたが、実際の運用は不可能であることが判明した。本社はクルイリア単価。 ロシア語、タンクウィングスの意味の名称も有するほか A-40T、A、T または、KT としばしば呼ばれる。他国が採用したような軍用グライダーに、軽戦車を積載する方法の代わりとして、ソ連の空挺部隊は、T、T-27、豆戦車を、重爆撃機の胴体下部に今しめきし、滑走路に、これらを着地させた。1930年代になると、 パラシュートをつけた戦車を投下して効果を見ること、あるいは単に水中へ戦車を投下する実験が行われた。1940年にソ連によるベッサラビアへの侵攻が開始された際に TB-3 爆撃機から軽戦車が高度数メートルで投下された可能性がある。これらは停止するまで空転可能なよう変速機がニュートラルに入れられていた。 空艇投下される車両の最大の問題点は、装備と乗員を分けて投下することであり、分かれた彼らが作戦行動に移るまで多分に遅れたり妨害を受けることであった。グライダーならば、乗員に加えて戦車が投下地帯に到達できた。こうしたグライダーはまた、価値ある牽引用航空機が戦場上空を通過する必要をなくし、母機の露出を最小限に留めた。 そこで、ソ連空軍は、オリエーク・アントーノフに対し、空挺戦車用のグライダーを設計するよう指示した。T-27、豆戦車を搭載した、TB-3 爆撃機。1935年アントーノフはより野心的であり、グライダーを作る代わりに、彼は T-60 系戦車へ、分離可能な揺りかごを加え、木と布でできた大型の服用翼と装備翼を、 取り付けた。この戦車は戦場へ降下侵入でき、主翼を離脱させて数分で戦闘準備を完了した。1942年、一両の T-60 がグライダーへ返事いた。この車両は、ペトリャコフポリエチレン -8、または、スポレフ TB-3 による牽引を意図していた。この車両は、空挺使用のために軽量化され、 低層、弾薬、ヘッドライトを撤去し、非常に限られた量の燃料を残していた。こうした回収を経てさえ、1942年9月2日に一度きり、行われた初飛行で、TB-3 爆撃機はこのグライダーの極度の、効力から、自己回避のために、これを不時着させなければならなかった。報告によればこの戦車は滑らかに滑空した、ともされている。 A-40 は、セルゲイ・アノキンによって操縦されており、彼はソ連におけるグライダー試験のテストパイロットとして有名だった。T-60 は、飛行場近くの平原に着陸し、滑空用の翼と装備翼を離脱した後、パイロットは基地へと戦車を返した。この戦車を牽引するには、時速 160km の速さが必須であるが、 それを行うほど十分に強力な航空機が欠如していたことから開発計画は断念された。ソビエト連邦は効率的に空挺車両を展開する手法を開発し続けた。1970年代中期、ソ連では乗員を乗せた状態で BMD-1 戦闘車両を空挺投下させることができた。ありがとうございます。